で、どうだった姫さん。神の山での修行はよ。目覚めなかったんだ、封印の力。ごめんなさい。お姫様、頑張ったんだろ。それでダメなら仕方ないよ。それにこの山での修行が全てってわけじゃないさ。案外何かのきっかけで封印の力は目覚めるかもしれない。ありがとう、ウルボザ姫様。うまく言えないんだけど、私考えてみたの。私が治癒の力を使うとき何を思ってるんだろうって。そしたらそれは、姫さん、やつは俺たちだけで何とかしてみせる。よし、みんな自分の神獣に乗り込んで厄災を打つ準備だ。俺たちはリンクがガノンと戦う時に一斉攻撃をかける。相棒、おめえはハイラル城へ。しっかり援護してやるから、思いっきりガノンの野郎をぶちなめせ。さあ、お姫様、あんたは安全なところへ。いいえ、私も行かせてください。何もできないかもしれないけれど、せめてみんなと一緒に。